これがおすすめですよ。新米パパにも忙しい主婦にも超おすすめ、のびのび7連ハンガー。で、洗濯物ってさ、たまに1枚だけ乾いていない時あるじゃない。真ん中のがとかね。そうそう、こうやって7連で干したらスペース取るじゃない。そんな時は大丈夫。何すんの、ここの部分だけ取っちゃう。え、取れるの。はい、これだけちょっと欲しいな。本当だ、これ便利じゃない。ね、しかもね、これ全部乾きました、取り込みました、はい、このまま畳んじゃって、こうやってクローゼットにかけちゃったりする。あー、うわ、すごい。何やったら取り込まなくてもいいってことだ。もう乾いたらそのまま。一人暮らしの ね男性とかなんかスペースで、ね、悪かったね、一人暮らし。これ便利、スペース取らない。これいい、これいい、ほんとよく考えられているね。じゃあ、若子さんはつまみをこれヒュッと押してみてください。つまみはいいのね、はい、せーの。なにこれ、すげえ、なにこれ、なにこれ、これそっちやりたかった。すげえ、見て、うわー、見るきっかけになってるので、 T シャツも Y シャツもスピーディーに取り込めます。びっくりした。これこの7連ハンガーは干すのも楽なんですよ。本当に、ちょっと勝負しませんか。あ、いや、それはもう僕最近やってますんでね。いいですよ、お互いに。じゃあやりましょう。いきますよ、準備はいいですか。はい、いきますよ、よーい、スタート。よし、ね、楽なんで。うわ、うわ、一枚も干してないよ。おじゃ、適度さん、早っ。嘘、そう、もうね、4枚目いってるよ。やばい、ちゃんと丁寧やってる。やってますよ。本当に、うん、もう、はい、終わり。嘘、できた、はい、できた。2枚しか干せてない。いや、普通に早くやりましたよ。まあ、こんなもんよ ね、 んね。その間に7連ハンガー見て、こんな悠長にやってる場合じゃないですよ。洗濯物いっぱいあるんですから。どういうこと？7連ハンガーはね、こうやって首周りにシュッとして、肩をカチカチっと。あー、なるほど、簡単。だからここがビロビロになることもないわけですよ。本当だ。でしかもほら、男の人のちょっと大きめの 肩幅の場合はここちょっと伸ばすの。うわー、本当に、こっち全然そういうことにならないですよ。伸びない伸びない伸びない。ワイ用の奥様にお話伺いました。